新型コロナウイルスと戦っていたタレント、志村けんイコール本名、志村康則イコールさんが29日午後11時1、0分、入院先の病院で亡くなった。70歳。志村さんの兄、志村智之さんが30日、東京都東村山市の実家前で、取材に応じ、50年以上で芸能界の一線で頑張ってきたので、すごかったと思いますと、涙で語った。新型コロナウイルス発症後は一度も面会することはできなかったという。妻と報道陣に対応した智之さんは何度も涙を拭いながら3歳下の弟への思いを語った。最後に会ったのは2月末。2月20日に70歳の誕生日を迎えた志村さんの古希祝いを自身の息子たちと麻布十番の店で行ったという。本人も喜んでましたと振り返った。妻はコロナがこんなにひどくなるとは思わなかった。本人はさぞかし悔しい思いだったと思いますと、コロナ感染判明からわずか1週間での早すぎる別れに涙した。志村さんは今月17日に倦怠感を覚え、19日に発熱と呼吸困難の症状が出て、20日に都内の病院に搬送された。23日に新型コロナウイルス陽性と判明し、24日から都内の病院に転院。人工心肺装置をつけて治療を続けていたと言われる。症状は重篤で面会謝絶の状態だったそうで、智之さんは入院後も一度も弟に会うことは叶わず。所属の井沢オフィス経由で病状の連絡を受ける状態だったという。